望あったと思うよ。よし、ないよ。いなくなっちゃった。寒いな。奥までずずっと行きますか。おお、久しぶり。あ、こことかさ、いいかなと思った。何時までやってんのかな。5時。お、5時今何時わかんない。あ、5時になるところっていうか、20分ぐらいはあるけど。おー、いいじゃん、かっこいい。早かった。どこ？ちょっと見てくる？見てくる？待ってよっか。おい。あ、本当だ。大きい。どうする？知らなかった。いい水。待って。あ、そうだね。お金置いてきちゃった。500円。500円。500円か600円。あ、わいわいしかった。でもここだけだと思うよ。多分ね。うん。お金？はい。うん、細かいのはない。で、10代で1800円。10代で1800円で1日2日、1泊2日、まあ1泊だね。1泊分、うん、明日の何時まで。明日の2時まで、うん、2時まで OK です。あ、2時まで1800円、1日数百円くらい、うんうん、まあちょっと開けてみて。で、これが通信速度が1800円だから、通信速度も高いんだ、うん、うちも借りてくればよかったね、うん、なんでこれだって1800円だと何でもできます。あー、なるほど。データ掃除しようもできるし、そうで、1000円の方だとデータ弱いんだって。だからもしかしたら繋がる可能性も、ただネットを見る、 LINE を見るのはできるけど、って言ってた、うん、はい。なかったけど、あ、本当だ。この人も Wi-Fi 加入してるの。あ、加入してる、加入してる。ティグラヤというところだ。財布自体を持ってきている。あ、はい。そうだね。重たいが帰るわ。トイレは何箇所もあるからよかった。あと、なんかシチュエーションが選ぶの大変で失敗する感じね。シチュエーションがさ、失敗する感じ。そうそう、でもそこでもよかったって感じでしょ。これがどこだ。これじゃないよね。これは違うよ。あ、これトイレだ。あ、これかな。あ、これだね。よかったよかった。うん、あ、わりかし近いね。あ、コインランドにもあるよ。同じかな。お、同じじゃない。こんな前入ったのと同じだね、きっと。本当だね。これがあと入りに行くとかだよね。
なんだろう、立ち入り禁止になってたけど、お、バンガローだったのかな、なんか今改装してるのかもしれないね。あとはオフ会みたいなのかな。はい、じゃあ行こう。そうだね、もしかしたら、うん、林間学校とかそっち系のやつだっただけで貸し出してる。お水張ってないんだ。すごい水だ。お湯は出ないですね。で、ゴミは片付け。で、アイス、そこ、ミル。ミル売ってるじゃん。あんなあるのかな。三つ。これ見に行くよね、うん。ここが空いてればよかったんですけど。すごーい。こちらでよかったの。お、すごいすごい。魚いるかな。いや、今度ここ来てみたいな。すごいすごい。